はい、こんにちは。高橋リメイクメントの代表の高橋です。いつもお世話になっております。今日は6月29日、今日静岡県富士宮市の下請けの現場に入っております。私も現場に勉強になってますって言ってもね、今日はねまだ、私は養生作業で、3代目が今日一緒にやってまして、3代目は外壁のね、今日は下塗りをね頑張って、やってます。ちょっとそんな様子をね、今日はこんなことやってますみたいなね動画をね、簡単にやっていきたいと思いますので、少しでも高橋流メイクベントが毎日どんな様子なのかということをねやっていきたいというふうに思っております。もちろん何かのレビューもね、商品のレビューとかね、特別力を入れた動画もありますけど、このように、日常的にねこんな感じで仕事をやってるんですよっていうね、そういうのをね、お見せしていこうと思っています。はい、それではちょっとね、外出ます。はい、今ちょっとね10時の休憩でね、今こうやって収録してますけど、塗りゃ透明になるな。塗って乾けや。今入れてきたから、これ今度あれ 白入れた。白の方がね顔料入ってる分食いつきだってさ。へえ、うん、同じパーフェクトシーラーで、うん、同じパーフェクトシーラーでも。何それ。だからだからなんだよ。だからそう、だからだからなんだよっつって言うじゃん。だからなんだっつって言うの。だから名前が人工甘味料不要使用、名前がだからか。グリーンだから、うん、あ、名前がだから、うん、だからなんだよっつって、だからっつって、なんか反抗してるかと思った俺に。違うのかよ。何凝ってる。うん、いいじゃん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 。凍らしても大丈夫なボトルだ。熱中症対策全然溶けねえ。でも飲みたい時に飲めねえ。これ飲んでいいだってよ。これいいだ。これこうお客さんのこれ買うか。ほらこんな入ってるよ。ドクターペッパー入ってる。ドクターペッパー。本当に冷えてんの。冷えてるって。ポカリペットもあるから。冷えてるって。これだから買おうぜって話。これ冷えてる。だからがあるじゃんかよ。だから飲んでるよ。ああお前だから飲めよ。セスさんがねこうやってね親切なクーラーでねこういう風にね飲んでいいよってね、本当にありがたい話で、本当にミニ冷蔵で、こいつがね遠慮なしにね飲んでるさね。だからがあるくせに。はい、それで今3代目がね外壁これファインパイクトシーラー塗ってます。こんなねローラー使ってやってます。ね、ちょっと外壁の材質を見ましょう。これね、これ磁石ね、これ磁石、ね、磁石、はい、これね外壁になります。これダイバーハウスのね外壁で、まずこのコーナーね、コーナー、はい、つきますね。これは鉄です。それでは今度は外壁にこれを貼ってます。もう一回ね、これね鉄、ここ鉄、磁石つきます。それでは今度こっちね外壁いきますよ。はいはい、つきません。いきますよ。はいはい、つきね、つきません。これねアルミです。これねアルミとアルミで多分ねこうサンドしてあるタイプのやつ。こういったところには微弾性とかそういった下塗りは絶対に使っちゃダメです。なのでこういったちょっと見して、はい、こういったねシーラー使わないとダメです。はい、今日はねこんな感じでやってきます。はい、それではまた、明日、またねこんな感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあねー。